三脚忘れた。このね、こんなような目、綺麗ですね。こういうのね、絵にしたいですよね、なんとか。はい、ではね、今ずっとこう歩いてきて、で、何を撮ろうかと思ったのは、まずね、この下にあるこれですね、この小さい幼木で、途中歩いてくるときに、この花、木のこの先ですね、新芽が出てて、ここだけ色が変わってて面白いなと思ってました。で、まあ、どれでも撮れるわけではないので、なんとかね、いつものように物語を作るっていう観点で、今歩いて見つけたのがこの場所ですね。で、まずこう幼木があって、で結構ね形がいいんですよね。ちょうどこのこっちに向かって正面ね、カメラをこう向けた正面に向かって、広がっていて、でちょうどその奥ですね、奥に、岩の上に乗った、苔むしたこの木の根とで上に続くこのラインですね、このスタイルで、ここがねすごく面白いので、これ対比させようと思ってます。で、この下のこの幼木っていうのはもちろんこの正面にあるこの大きい木の子供なわけですよね。でここでこう対比してあげることによって、こう時間の関係ですね、これはまず始まりで途中経過というか、大きくなるとあんなになるよっていう、で苔が入ってっていうような、そのような対比でね撮ろうかなと思ってます。でこういう時っていうのは多分動画でどうだろう、見てもらうと、この下の、この枯葉の部分ですよね、この空間ちょうどこの部分かな、そう、この部分がすごく、ね、邪魔なんですよ実は。で僕のこのアイレベルから撮ってしまうと、要はこのこういうレベルですね。で、見つけた視点っていうのはこれなんだけれども、これで撮ってしまうともうその色気がなくなっちゃうわけですよ。でなぜかって言ったら、この落ちてるこの葉っぱっていうのがそんなに綺麗なもんではないってことで、あともう一つはその距離感ですね。この距離感があるから、この画面に持つボリュームっていうのは少なくなってしまう。でそうするとその力強さだったり迫力っていうのはすごく欠けてしまうので、どうするかって言ったら、やっぱりねぐーっとねこう視線を下げるんですね。この視線を下げていくと、この空間っていうのが写真上ではなくなってくる。要は平行にこういうふうになってくるので、そうするとこの幼木と向こう側にあるこっちの木ですね、この木で、それの要は関係になってくるので、写真にしやすいっていう感じですかね、はい。で、さっき言った色気のない部分ですね。で、あの部分っていうのは今だと、このくらい見えてるこのくらいね。で、これをぐーっと下げてあげることによって、どうですかね、もうちょっとかな、このくらい。そうすると、向こう側とのその距離っていうのが埋まって、迫力のある中で、ワンカット撮れるっていうような感じですかね。でこれはねもうすごく注意しなきゃいけないとこなんだけども、高音は撮ってしまうとダメなんですね、今言ったその観点でねダメになってしまうので、まずはその2点っていうので構成してみます。で撮ったのがねこちらですね。はい、でね、おのずとねこういう場面っていうのはいろいろあるんですよね。その要はこれだけではなくて、いろんなこう整理していく要素の中で、あこれも主役になるかな、これも主役になるかなっていうような感じで、
見つけてみるといいのかなと思います。はい、今ですね、こんな感じですね。何をここでこうひらめいたかっていうと、こっちかな、先にね、こっち。どこだ。どこだ。パタ。パッとヒントが浮かんだのはね、ここずっと歩いてきて、でこの葉っぱなんですよ、これで、この葉っぱを見て、取りたい。この葉っぱがなんか形がかっこいいし、ちょっとね、何の葉っぱかわかんないんですけども、取りたいと。で、取りたいっていう欲望と、ここの場所で、もうこれじゃ取れないわけですよ。だから取っても意味ないと。で、ずっとこういうふうに目を上げると、あの奥ですね、緑に、ちょうどあるあの辺ですね。で、あそこにこう何があるかといったら、もちろんさっき見つけた葉っぱが生えてるのがあるっていうのはいいんだけれども、何よりもいいのはこの背景ですよね。この背景、こんなような、ちょっとこの携帯の動画だと割とね、全部 HDR 的に明るく見えちゃうんですけども、もっとね、全体は今暗いです。暗いんだけれども、ここの面白いでしょ。倒れた木で真横に伸びてくるこのライン、この木のね、ラインで、ここにいっぱい咲いてるこの緑の葉っぱ、かわいいですね。で、これをあの背景と共に撮る。で、もしこれがこの上ですね、この上のこの部分が開けてると思うんですけども、開いてますよね、葉っぱがなくて。で、その真下っていうのがこの葉っぱが生えてるところなんですね。っていうことは、向こうの奥っていうのは影なんです。で、この手前っていうのは光が当たってる。そうすると露出差が使えるので、世界観が作りやすい。で、向こうのこういう落ちた木っていうのを明るく撮っても、その存在自体はもう終わりなわけじゃないですか。で、うっそうとしてて、暗いイメージで、暗いイメージを明るく撮っても、実はそれっていうのは、せっかくの被写体を弱くしているっていうことになってしまうので、で、そこの露出っていうのをきちんと、この光で、光の差があるので、この手前と向こうと光の差があるので撮れる。だからこそここで撮るってことですね。逆に言うと、あそこにも光が当たっていたら撮らないです。はい。で、あとはここから気をつけなきゃいけないことが、こうぐーっと広げていくと、もう一目でやっぱりね、何に気をつけなきゃいけないかって言ったら、このラインですね。このライン、この木のラインね。で、あと、これ自体はバランスよく並べばいいかなっていう感じですね。で、大体こういう時に撮る順番っていうのは、全体像ですね。この広いのをバランスよく撮る。で、そこから、一つの主役へ追い込んでいくんですけれども、その時にやっぱり注意するのは、さっき言ったこのラインと、で、この上のこの木ですね。このまっすぐ感っていうのも、もしかしたら使えるかな、なんていうふうに思ってます。で、いろいろ注意するところは、こういうところにこう落ち込んでいくラインがこうあるんだけれども、これ露出を落としちゃうとあんま目立たないので、おそらくこの塊だけで、考えていいかなと思います。はい。で、たとえこういういい場所を見つけたとしても、撮れるっていう条件がなければ撮らないです。今言ったように、その光の露出差があるっていうこと、それと、背景の良さ、ポイントになるこういう木があるっていうことで、こういうので、撮る理由になるので、
ここで取ります。どんなにこの下の葉っぱが可愛くて取りたい取りたいと思っても、その条件が整ってない限りはここでシャッターを押すことはないです。はい。で、いけるっていうふうに思ってるので、こっから何カットか追い込みながら取っていきたいと思います。さて、じゃあ取ろうかな。よいしょ、まずは全体からいこうかな。あのライン使ってこう使うかな。やっぱこれだとね、このやっぱ広いラインだと歩きたいんだね。まあこの斜めのラインさ、よいしょ、取り分けていこうかね。ポイントになる、まずはこれでいこうかな。風は止んでほしいけど、よいしょ、ふけふけふけ、風ね、揺れないね。さて、じゃあ本命でも行きましょうか。本命、これを入れてしまうとうるさいんだけど、あえてまっすぐこうぶち込んじゃおうか。線つながるように見えるね。向こう使おうかね。向こうを取ろう。ああ面白いじゃんね、これもね。この緑のこの倒木のラインを使いながら、とてもいい雰囲気だ。もうちょっともっと主張させるためには、寄ろう、もっと寄ろう、寄ろう寄ろう、よいしょ。で、この下にあるこの、これも面白いかもしれないね。これをポイントにして、ど真ん中か、こう構図的にはこれで間が取れる。よいしょ。いいなと思ったのがこの、苔むした一本のまっすぐな木ですね。でね、これね、だいぶ大きいですね。メーターにすると、あ、まあ、こんな感じでわかるかな。すごい長細いんですよね。で、それ自体を取るのって結構難しいので、そ
それとあともう一つはこのここですね。ここがまあ現実感出ちゃうので、あそこはもう隠したいと。で、まあ、隠したいっていうか、あんまり目立たないように入れてあげたいって感じかな。で、まあ、通常あれがいいからっていうと、大体ねあれだけ取っちゃうんですよね。例えばこんな感じとかね。で、まああんま良くなかったななんて話になるんですけれども、まあ大体ね、あれを取りたいって言った時は、それを引き立たせるための主役を別につけてあげるっていうのが簡単なね手法になります。で、これを取りたいから、これをね、で、使ったのはこれです。この足元のこれ、それとここに落ちてるこの枝の形と、で、これをポイントになって使うのかって言ったら、方向がね逆になってるからですね。このキッチンの方向向こうです。で、この木っていうのはこっち側へ枝が行ってるので、全体的にこの落ちたこの倒木、本当はこれって向こう側をこうに倒れてるんですけれども、この木の存在があることによって、この木の方向感っていうのがつながってくる。要はこう来て、こう来て、で、ここにクロスするこのラインっていう風に構図が取れると思ったので、今ここでね取ろうと思ってます。で、いくらこの今の言った方向感がここでしっかりしてても、さっきこちらからただ取っただけみたいな絵ね、ただ取っただけって、実はね大差ないです。少しはね工夫したなっていう感じは見れるんだけども、まあやらないよりはいいですけどね。で、やっぱり明確なこういう異質なものですね。みんな倒れている中に、ここに命、生命ですね。で、これを全体の中のポイントに使ってあげることによって、向こう側の倒れた木っていうのが生きてくると。なので、あとは構図をさっき言ったこのラインと、で、これをどういうふうに取り扱うかっていうことと、あとこれですね。で、向こう側だけさっき言ったように、倒れてるっていうことは上が空いてるわけですね。ってことは、空が開けてるので、あそこだけ光はうまく拾ってるわけですね。そうすると、世界観を作るための、露出さっていうのが出てるので、うまくいくんじゃないかな、と思ってます。じゃあね、早速、撮ってみようかな。Walk through life.